や、今日は花火大会か。あ、ってことは美月と神山って花火デートの可能性は高いな。うわ、え、気になってんの？ちいち反応見んなよ。無理すんなって。向こうには向こうのつながりや時間があるから。前に美月に救われてたって言ったの覚えてる？俺は美月と出会えたからこうして今いられるんだよ。大事なものがあれば強くなれるって言った意味、今ならもうわかるでしょ？好きだよ、昔も今も。これからはちゃんと男として見てほしい。